村がこうなるんだ。いや、中には村も人も住んでるんだよ。最後に一つだけいいですか。昔からまつわる迷信とか都市伝説みたいなこととか、確かに言い伝えるかな。なんで？はいはい。どっちが？どっちが？読めなくてな。全然。これ全部やっぱ川なんだよ、ここから。帰れる私たち。永遠通じてんじゃないの？これ江ノ島に繋がってる？すごいねこれ。腰やるよ。やったね今。こういうすごい神秘的なやつになると、もう今までにないテンションだもん。行こう行こうっつって、まさかあんな細い餌を穴登ったりとかするわけないじゃん。こういうのちょい今ので骨やったかも。先行ってくれ。はい、じゃあ僕が先、カメラ持っててください。ガチだよこれ、ガチ。想像で滑る、滑った方がいいよ。今これもやるのが正解。もう滑んないからだ。これ今滑って降りたから。あれ、あとある、まだここ何、ほらここまだあるっしょ。あ、インディこれちょっと弱さ入ってきてる。疲れちゃったわ。一回いいけど、ここで待ってる。座らせて、座らせて待ってた。行ってきます。これ、マジで？ちょっといい、俺って行ってきます。いや、ただね、これ。ああ、なるほど。ある。ちょっと。ちょっと謎だけ、謎の穴がある、ありますね。それ多分コーヒー飲んだら美味しいよ。ちょっと、たくみさん、この奥をね、見てください。もうさらに、さらにもう、もう、いやなんか穴があるのさ。穴あるけど、なんかすごい下に。真っ黒な穴、暗な穴がね。ああ、穴ある。これだけじゃない。なんかお風呂あるよ、お風呂。お風呂ある、うん、お風呂ある。登れる？いやこれはロープとか塗ると無理かな。ちょっとあれ無理ですよ。見せますよ、ジャクさん。これなかったらジャクさんなんもないですよ。え、これなんもない？なんもない。ここで見せちゃう？ロープに膨らが保険は入ってないんで、自己責任なので。この企画だと保険の生命保険ないでしょ。保険会社もこれ下ろさないよ。うわ、行ってみたいですけどね。いや、ちょっとこのね、この穴がやばいよ。やるんですよ、なんかね。なんかあの奥が気になる。よし、行くぞ。うわ、結構天井低いですね。やるわ。いやー、奥あるね。まだまだ全然あるよ。気をつけてくださいよ。うん。火山で噴火出てきたのは硬い石だ。つららがすごい。まだあるね。何ありますか、奥。いやー。行けるの？狭いね。狭いけどね。道あるよ。相当奥あるよ。天井は低いですか？岩だらけ？岩だらけ。ちょっと気をつけて。
はい。うわ。ああ、深いな。あ、まだあるんだ。あるある、いけるいける。入れる。ああ、いけるね。いけるいけるいける。いける。いけ、なんとかね。いけるかな。相当深いよ、まだ。あるあるある。何ありますか、奥。いやー。いけるの？狭いね。狭いけどね、道はあるよ、まだ。道あるよ。暗いね。ちょっと先もっと入るわ。あ、足場が相当、天井も低い。行き止まりかな。うわうわうわ、ちょっと待った。待った。なんかある。うわやばいやばい。やば、こっちやばいかも。やばい。いや、多分映ってると思う。そこにあるよ、そこに。その奥に。多分撮ったと思う。ちょっと急いだ方がいいかも。てか後ろから聞こえた、そっちから。いやちょっと後ろすごい真っ暗でちょっと怖いよ。なんかどうやって来たっけ。うん、ちょっとなんか息苦しくなってきた。ちょっとなんか後ろからなんかすごいつけられてる気がする。ちょっと急いで。ちょっと背後からなんか感じる、怖い。なんかこう住人の怒りに触れたような。怖がさないでくださいよ、じゃあ。なんか変わったよね、来た時と出る時と。いやすごい。いや一番後ろにいるとね、なんかちょっとあの一番奥に入ってからちょっと雰囲気がおかしいな、うん、ちょっとやばいからね、ちょっとなんか入ってはいけないところに来ちゃったのかな。やばすぎたよ、あそこは。やばすぎた。
マジであんなことある？これ出れねえってこれ。マジで。いやそれはちょっと無理だわ。だって右も左も分かんないじゃん、こんなんじゃ。全然もう今電波入ってないんだよ。固まってる。どうしたらいいのこれ。とりあえず行くしかないじゃん。でも進むしか。もう力が入んないんでね。頑張ろう。とにかくこの森から脱出しないと。食料もさ、水もないんだからさ、このままだと危ないですよ。もう我々をこの森に留めておくかのような、このいろんな仕掛け。ちょっと道ないんじゃないですか？え？道じゃないの？ちょっとね、人が通る道ではないですよ。むしろもう完全に 森にもてあそばされてる。あ、でも、まあもう。ジャックさん立ち上がってください。大丈夫か、うん、やった。手袋しないの？大丈夫大丈夫。来てるよ。そうですそうです。しといた方がいいっつって。マジ暖房だわ。こんなのやんねえや、最後。もう怒りのアフガンですよ、これ。ここ危ない。マジ気をつけて。このサボったら死ぬ。マジ。ちょっと道がないですよ。道がない。迷ってるじゃないですか、うちら完全に。これちょっと迷っちゃってるよ。青木ヶ原時間本当に分かんなくなるわ。出口どっちが正解？こっちだ。本当？勘でしょそれ。直感を頼りに行くよ。行っても行ってもずっと同じような景色なんだけど、ちょっとね、これ最後のビデオレターかもしれんからさ、ちょっと一応メッセージ残しとこう。メッセージ、あ、最後のご家族にでも、お父さんお母さん兄弟皆さん、今までありがとうございました。僕たちは今迷子になってしまいました。無事に出れたらまたお会いしましょう。まあ、ごちそうだ。ピナワラバンツー。我跟他们这次去了，肯定好久听到了，这样子我也歇着去了。お父さん、母さん、最後までバカやっててごめんよ。またいつか全国で会いましょう。大好き。なんとかね、生き残るために、ね、最後を全力尽くして、はい、出ましょう。とにかく道路に。マジ、うん、今だよ。お腹の音？大丈夫か？お父さんが後ろから。こっち？僕の後ろ。いや、自分こっちから来たらいい。マジ。もう行こう行こう。もうなんか永遠に歩いてる気がするわ。同じとこね。うん。もう抜け出せない気がする。なんかずーっと景色が一緒らしさ。こっちだな。しかもなんでこんな緑が生い茂ってるのかよくわかんない。またなんかこんな道かよ。おお、すげえ。おお、ただ絶対道だ、これ。道だ。道っぽい。ひろさん、道。道があったよ。道になってる。おお、やっと抜けた。すごい。これじゃあちょっとコンパス見てよ。コンパス、こっちなんですか？2人ともコンパス合ってるんですか？いや、どっちが正解かもちょっとわかんないからさ。アップルでしょ。これ
違うわ。カップルダメかも、これ。やっぱコンパス狂うね。狂ってるよ、コンパス。でも不思議なのが、一切その野生の動物がいないっていうね。全く気配もないし、音も聞こえない。何あれ？なんか白いない。光ってるよ。なんかあるね。何あれ？家？なんかあるよ。家っぽくない？家なんてないでしょ。家かな。なんか窓、窓ガラスっぽくない？ほら、人影見えた。うん、動いてた今。看板？ほら。え、道路？あ、出てたんじゃない？本当に？あ、やった。マジで？おお。出口。助かった。あ、黒。人間がいるぞ、人間が。出れました。道路を見るだけで安心します。いろんなものを見た気がします今日。なんか今日人生で一番すごい体験したと思います。今日取れたかやばいね。もう疲れた。もう声が出ない。やばいね。今この車の音がすっごく安心するね。あ、もうね、やっぱり人間界に帰ってきたって感じがする。やっぱり樹海は本当に迷子になるんだなって。本当に迷子になった。もう収録時間はもうかれこれ10時間ぐらい撮ってます。あ、超えてますね。これ迷子になっちゃったんで最後振り絞ってね、もうちょっとなんとか車で帰って。琴美さんね、はい、家に着くまでが冒険。はい、疲れてる。なんだかんだでここからもちょっとまだ歩くんでね、多分。ちょっともう家に帰ってきた感じ。超絶恐ろしい思いをしたこの青木から自敗。青木やっとの思いで今コーヒー飲んで、もう僕今ちょっと今人生最高にハッピーな気分になっております。体力の切れです。やばいよ、あの踏み間違ったらもう本当に死んじゃいます。樹海村スペシャルということで、それではこれから東京に帰りましょうか。はの中には村はあります。でそれをじゃあその村はどこにありますかって言われても我々はここですって言えないわけです。そうするとそれがまた広がっちゃってここですって言っちゃうとそれが広がっちゃって、まあまあまあ、そうするとその村へわーって寄った時に、まあ、でも長い歴史の中で、まあ、嘘はない。嘘っていうか 100% 嘘とは言います。というのはね、もう確かに何十年に1回だか樹海で骨が見つかったよとか首をつった跡があったよとか、うん、そういうのは何件かはあると思います。それは間違いないと思います。うん。